況は以上って感じだな。さすがに何度も説明してるとキリト君もこなれてきたね。ああ、でもまだ何人か出会えてないのがいるからな。もっと説明がうまくなる自信があるというわけか。頼もしいぜリーダー。いや違うだろ、お前らも手伝ってくれよ。つかリーダーってなんだよ。いいじゃない別に。こっちのメンバーでまだ会ってないのはクラインとフィリア、あとはレインかな。僕たちの方はまだ結構いますね。師匠が影に放り込んだのはシアンパイル、ライムベル、アクアカレント、スカーレットレイン、ブラッドレパード、アッシュローラーです。あと6人ですね。ニコにミャオも来てくれたんだな、ありがたい話だ。あんなメッセージを送ってくればあの子たちだって来るに決まっているわ。そうなのです、上空に現れたという噂の巨大な影へと向かう。決戦の前ではあるので各自の裁量は任せるが、我々はバーストリンカーである以上、行く先に新たな世界があるのならそこに向かうべきと考える。ちなみに追ってくる場合も急ぐ必要はない。私はしばらく春雪くんとの時間を楽しみたいのでな。ああ、そんなのここで朗読しなくてもいい。先輩。ああ、どの時代にもいるのねバカップルって。リーズ、なんでこっち見るのかな。さっきも言ってたけど、ブレインバーストのプレイヤーたちはリアルネームで呼び合っても平気なの？基本的にはアバターネームで呼び合います。対戦フィールドでレギオンの仲間以外がいるときはリアル我はどうしても避けなければならないからです。ただ無制限中立フィールドでエネミー討伐をしてたり敵レギオンがいないと分かってる場合はリアルネームで呼び合うこともあるのですよ。気心知れてる仲間同士だけなら気にする必要はないってことなんだね。それもありますが、基本的に親と子、リアルでの知人同士が集まることが多いので、どうしてもそっちの呼び方の方がしっくりきてしまうのです。なるほどな。じゃあ幸いこの世界にいるのはあなたたちのレギオンの仲間ばかりのようだから、私たちもそっちで呼んでもいいのかしら。ああ、好きな方で呼んでくれ。ついでにこのレギオン、いやこの集まりのリーダーはキリト、君に任せたい。いいのか。だって黒のレギオン、ネガ・ネビラスの王は黒雪なんだろ。我々はこの世界では違法のものだ。この世界のルールにのっとって行動するなら、やはりこの世界のプレイヤーが指揮を取るべきだろう。そうね、私は異論ないわ。私もです。僕は先輩が決めたことに従います。わかった、なら俺がこのパーティーのリーダーを務めさせてもらう。よし、俺たちエール王組とネガ・ネビラスはこの未曾有の脅威に対し全力で対抗していくことをここに宣言する。Ok, quindi bello tutti ragazzi, io sono Gisus e ritorniamo su Axel Wolf vs World Art Online. Nello scorso episodio abbiamo recuperato Shinon, Lifa e inoltre abbiamo incontrato Skyraker e Ardor Maiden. Ok, cosa possiamo dire? L'alleanza è stata ufficialmente siglata tra i due gruppi e la mia voce non accenna a migliorare, anche se sto registrando effettivamente solo dopo cena rispetto all'episodio precedente, quindi cosa ci possiamo fare? Assolutamente niente. Ho deciso di fare una lieve esplorazione della città prima di dirigermi a cercare i membri rimanenti del nostro team. Ok, a differenza di quanto mi aspettassi, ci mancano a livello di membri. Oddio.
Oddio, non mi ricordo più. Ci mancano Rain, Klein, e inoltre anche Filia, che è una cacciatore di tesori, Spriggan, se non ricordo male. Ma la incontreremo più avanti. Invece mancano diversi membri anche in Genebulus, 6 in tutto. Quindi, ehi, abbiamo un bel po' da cercare. には見えてたけど改めて近くで見ると本当にビルですねまあ ALO にダイブしてるのにこれが出てきたら驚くわよね私は今別のこういう世界観のゲームを遊んでるからそんなに珍しくもないけどえシノノいつの間にそんなゲームやってたのちゃんと教えてよえ別にいいじゃない近未来風の建物廃墟か妖芸の FPS っぽいのと見たキリトあんたそうやっていつも予測するのやめてよしかも必ず当ててくるんだから気持ち悪いったらありゃしないわすみませんでしたおそらくこれもブレインバーストの変遷だなその変遷ってなんだ前にもそんなこと言ってたよな簡単に言うと一定周期で起きるフィールドの属性変化だただこの ALO では完全に変遷しているというよりも元の仮想世界に半分混ざってるって言った方が正確なのかしら自然豊かなファンタジー世界と廃墟がミックスされてまさに混沌としたフィールドになってしまっているのですこれもそのペルソナバベルってやつがやったんですよねしもべそれは違うようですメタトロンいやー何この子すっごくかわいいまたそのように馴れ馴れしい態度新顔が加わるたびに私はこのような目に遭うというのですかメタトロンさん今までどうしてたのです世界の状況この異変についてハイエストレベルから探っていました全てを理解することはできませんでしたがこの2つの異なる世界が合わさった状況それを仮に侵食と呼ぶとしたらこの状況を作り出したのは故意ではなく偶発的なものだったようです偶発的どうしてそれがわかるんだ刻意の妖精この世界には新たなる情報に自動的に対応する神の力があると言いましたね神の力ああカーディナルシステムのことか私たちの世界から流入し続ける情報に対し神の力が対応した結果としてこのような景観となっているようですデータの流入あの空の影からそのようですしもべたちの入ってきた場所はいわゆる入り口専用あの空間より私たちの世界のあらゆる情報が漏れ入りこの世界への侵食となっているのですつまりペルソナバベルのせいではないでもそもそも入り口を作り出したのはあの人なのかなどうだろう最初私は確かにあやつに利用されたが結果として今は敵対している侵食を願っていたわけではなさそうだそう考えると世界をつなげたことはバベルにとっても良策ではないわけか私はあの影の成り立ちについてもう少し調べてみることにしましょうありがとうメタトロン言っておきますがこれは別にしもべたちに手を貸しているわけではないのですよ私自身も元の世界に戻るため仕方なくあでもそれならさっき私たち見つけておいたわよえ師匠、それってもしかして…はい、さっき離脱ポータルがあったのですそうか、それはよかった
向こうに戻る方法が見つかったのはひとまず安心だな。とはいえ我々はキリトたちに協力すると約束した。最後まで付き合ってもいいだろうか。うん、もちろんだよ。むしろお願いしたいところだわ。ありがとう。では引き続き協力させてもらおう。Ok, a quanto pare l'illusione è causata dall'ingresso e l'immissione di dati, come dicevamo nello scorso episodio, che provengono da Axel Ward, e Cardinal in qualche modo cerca di riadattarli in un modo sensato. Il portale che hanno attraversato i Burst Linker è di sola entrata, ma hanno già trovato un'uscita. Tuttavia, visto che molti dei loro membri mancano e si sentono in parte responsabili per la scomparsa di Yui, hanno deciso di darci una mano. Ora, non ci resta altro che andare in giro e cercare, possibilmente nella zona del palazzo, ok? È stata evidenziata all'inizio da Liz, quindi è un buon punto da cui cominciare. Qua abbiamo un fantastico dungeon, che ci servirà più avanti, ma non spoilerò niente io. E giusto per farvelo notare, questa è la posizione della mappa, quindi se siete arrivati a questo punto e non sapete dove andare, questo è un buon punto. ほどがあるわね。おい、なんとか言ってくれ。あのドンパチやってるのも晴れ雪たちの仲間なんだよな。なんて言えばいいのかしら。基本的にはそうなのです。ただ私たちネガネビラスと休戦協定を結んでいるプロミネンスの王スカーレット・レインは一人しかいないのです。つまりあれの片方は他の誰かが姿を変える能力を使っている、もしくはゴーストデータって感じか。私たちは会ったこともないからどっちが本物か全然見分けがつかないけど、知り合い、同じバーストリンカー同士なら分かりそう？そうですね。言動から見破れるかもしれないけど、そんな検証をじっくりしてる間に本物が殺されてしまうかもしれないわ。弾幕の中にもう一人見えるわ。赤いヒョウかしら。レパード！おい、女神ども、本物はこっちだ。わざわざ助けに来てやったんだからさっさと加勢しろ。バカ野郎、来んじゃねえよ。一緒に消し飛ばすぞ。って言ってますけど、どっちも穏やかじゃないね。よし、わかりましたよ。そうだな、察しはついた。本当？どっちが？今でこそ黒と赤のレギオンは同盟を結んでいるが、ニコは誇り高いバーストリンカーだ。我々とライバルでもある奴がそう簡単に助けを求めたりはしない。だから偽物は助けを求めた方。Ok, quella che abbiamo davanti noi è Nico, alias Scarlet Rain, alias Rerosone della Legione Prominence. Ok, è indubbiamente una Burst Linker ed è un re, quindi wow, è a un livello direi esagerato per i nostri livelli, tuttavia siamo in 3, il che ci aiuta, 3 più 1, che è Blood Leopard, quindi ci va più che bene. Blood Leopard è un altro alleato di Nico o della Legione Rossa, tuttavia in questo caso ci troviamo di fronte a una cosa molto particolare, cioè un doppione. Come abbiamo potuto capire, Scarlet Rain non ha il migliore dei caratteri, infatti ci ha appena detto di andare via e a quel paese, che ce la poteva fare da sola.
La cosa interessante è che questa copia sembra avere i ricordi di Scarlet Rain. Tuttavia li usa a suo vantaggio per sfruttare i suoi compagni, non come l'originale. Vogliamo dire qualcosa di più su Axel Ward? E spoilerare un pochino perché no? Visto che tanto questa battaglia ci porterà via un po' di tempo. Senza spoilerare troppo, per il momento abbiamo capito che in Axel Ward ci sono delle legioni diverse. Abbiamo la Mega Nebulus per il momento, che è guidata da Re Nero, cioè Black Lotus, e la Legione Rossa, chiamata Prominence, guidata da Re Rosso o Scarlet Rain, o se vogliamo chiamarla anche Nico. Stranamente, rispetto alla Mega Nebulus, quelli della Prominence, per il momento avendo solo davanti il Re, che è di colore puro, e un suo sottoposto, cioè Blood Leopard, è al sottoposto ma anche amico, possiamo notare che sono tutti dello stesso colore, cioè tutti rossi, invece cosa che non accade nella Mega Nebulus, perché abbiamo Silver Crow, che per esempio è metallico, Black Lotus sì è nera, però né Skyraker né Ardor Maiden sono neri di colori, o hanno una tendenza al colore nero, assolutamente no, sono più metallici come Silver Crow. Come potete vedere, l'abilità di Scarlet Rain è quella di formare una gigantesca fortezza con una potenza di fuoco incredibile. Infatti la Legione Rossa si concentra maggiormente sugli attacchi a distanza e non sugli attacchi ravvicinati. La fortezza si chiama Invincible e si dice che per i suoi scontri non debba neanche muoversi, infatti quella fortezza lì non si muove praticamente di un millimetro. Però riesce a contrastare tutti i suoi nemici con l'enorme potenza di fuoco di cui dispone. Però direi che si è fatta una certa, quindi concludiamola. Grazie!私の名をカタローなんざ千年早いぜ。フローたちの助けがなければ勝利はきつかった。本当にサンクス。いえいえ。あ、そうだ。アバターチェンジはと。おお、ハルユキ。あたしらもそれ知ってるぜ。なんでか知んねえけど、ここだと手軽に変更できるんだよな。って。え？お前そのアバター、ここでもその豚なのかよ！うるさいな！ニコは見慣れてるだろ！ダメだ！払いをじれる！ニコも早くこっちの姿になりなよ！笑い死ぬかと思ったぜ。まあそうだな。じゃーん、これがニコちゃんのアバターだ。どうだ、リアルと同様に可愛いだろう。私はこの姿になった。なんだよ春行き、ジロジロ見て。ふむふむ、それでは失礼して。わっ、てめえ何いきなり足触ってんだよ、この変態変態豚野郎。やめろ。うわっ、切るなよニコ。僕はニコがちゃんと本物かどうか確かめるためにこうして。うっせえ、ふざけたこと抜かしてんじゃん。なんだこれ。何か見つけたのか。ああ、こっちの世界のアイテムみたいだぜ。どうやら偽物を倒したらドロップしたっぽい。名前は
プロミネンス。私らのレギオンと同じ名前。重要なアイテムだろうな。よし、キリトたちに見せて相談しよう。キリト。ああ、この世界の住人で新たな仲間たちだ。皆頼りになる気のいい奴らさ。きっとニコたちも気に入るはずだ。紹介しよう。つうことでよろしくな。なあ、ニコにパドよろしく頼む。さて、これからどうするかだな。この草原フィールドは大体探索しちゃったもんね。ポータルはまだ町と草原しか動いてないし、他のフィールドにはどうやって行ったらいいんだろうね。そうだな、見落としてる場所は情報がないか、もう一度よく見てみよう。Ok ragazzi, dare un'occhiata nei dintorni nel gioco, per il gioco significa semplicemente arrivare alla cabina di teletrasporto che abbiamo qua vicino. Eccola lì, infatti, è disattivata, ma basta, la possiamo attivare semplicemente andandoci vicino. Ora tuttavia abbiamo dalla nostra anche il Re Rosso e Blood Leopard, quindi ehi, il gioco magari si farà un po' più semplice con alleati così forti. A questo punto, ragazzi, il gioco non ce lo dice, cioè oddio, ci dice di cercare nei dintorni e arrivare a un dungeon che si trova a questo punto nella mappa, visualizzatelo se vi serve, e entrare in questa qua che è una sala del licore. Se vi ricordate, anche il mausoleo di prima era una sala del licore, però ci torneremo più avanti, per una ragione ben precisa. そうみたいだね。あれ、アスナ、どうした？おい、さっき手に入れたプロミネンスのオーブが光ってるぜ。ニコ、ずっと手に持ってたの？ストレージにしまえばいいのに。うるせえ、気になったからだよ。 Ok ragazzi, non so il perché a questo puntoNon so perché, ma in questo punto la registrazione è stata cancellata o rovinata. Non ne ho la minima idea. Cosa è successo? Grazie alla sfera Prominence ottenuta dal combattimento con il re, con la copia del Re Rosso, siamo riusciti ad attraversare la porta dietro di noi ed arrivare in un nuovo luogo che si chiama Flossild, l'anello di ghiaccio. Anche questo luogo era stato toccato dall'erosione del flusso di dati da Axelworld verso Halo. Dopodiché ho deciso di fermarmi. Nel prossimo episodio continueremo. Spero che la mia voce non peggiori, spero che il commentary sia comunque piacevole, e come al solito, se avete domande o altro, fatemelo sapere. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, lasciate un commento, vi piace, iscrivetevi, e quindi bella ragazzi.